力を持って力を制してはならぬぞ、ノリオ。さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。酒井様、どうしたのだ。近くに猛虎が集まり、戦の支度を。兼太の木に逃げるべきです。逃げたとて猛虎に追われるだけだ。城に着くまでに一人残らず死ぬぞ。ですが殺傷はできません。村の者がそれに納得するか見ものだな。ノリオ、どう思われるかよりも何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。俺とノリオで戦えばよい。お主らは隠れている。お断りします。殺傷はしませんが、逃げもいたしません。俺は村を回り、急ごしらえだが策を講じておく。村の者を集め、隠れるように言え。屋根から見渡せそうだ。みんな、自分の家族を連れて、ひとところに集まれ。頼む、聞いてくれ、集まるんだ。よく見渡せる。壁はない。どこからでも攻め込まれるな。集まれ。湿地へ逃げれば、はぐれるものが多く出るだろう。いい餌食だ。ここに集まってくれ。寺か、隠れ家にいいな。準備は良いか。誰もはぐれが。あれは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ、濃い煙を起こせば姿を隠せる。村の者はノリオラに任せ、俺は猛虎と戦おう。おとりになれば時を稼げる。酒井様、集まりました。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら、誰が民を守る。承知しました。覚悟はしておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。みんな、猛虎がつく前に寺まで行こう。敵はお侍様が倒してくださる。皆さんどうか、ノリオの申す通りに寺に身を隠すのです。急げ、足を止める暇はないぞ。村外れで待ち構えておくか。ふっ、暗に隠れるか。
来たな。香炉に火をつけるとするか、煙はお気に召すかな。リーチパス。ノリオ、酒井様。これは何事だ。猛虎に襲われ後ろを取られた時に方針が身を投げ出して矢を受けて。お主らは波の武士より勇ましい。叫び声を聞くまで方針がいたことに気づかず、振り返った時にはすでに死んでた。己を責めるな。良いな。土牢の覆いが外されるたびに仲間が殺された。ある時酒の匂いをさせた兵が来て、私の手を掴んで引っ張ったら兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて怪我に苦しみながら私を守ろうと。ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。私は残され、奴らは兄を引きずっていった。杉寺から南へ火星に行った僧は皆死んだ。私を置いてみんな立派な僧です。私が死ねばよかったんだ。
同じことを考えてきた。何度もだ。なぜ俺たちなのかは分からん。だがな、島の民を救えるのは我らのみ。赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。民は忘れん。杉寺に行き様子を確かめねばな。違いねえ。お気をつけくだされ。元槍川は危うい地でございます。槍川の怨霊に違いねえ。お気をつけくだされ。元槍川は危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは
槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。越方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞、いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども公は志村の勢いを妬めり、事業を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒さるる。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め、時より公を滅ぼせり。松子の息で時より公苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。未だ元槍川の社には時より公への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死、時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか。この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと。怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れると言います。どうすれば見つかる。怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れ。手はおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。煙、怨霊への供物か。槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか。平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。堺様、何かご用ですか。
平太郎はおるか。ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を。モーコの患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。モーコに通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。わけを聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ。以前道で賊に襲われたとき、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓、誰のものだ。藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば。有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。走れ、ソロ。よし。量に当てて誰かが文を残したな。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助け。なぜ怨霊に頼るのだ。助けて、出してください。落ち着け、鍵を開ける。ここで何が。本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ芝の者も犠牲に。こいつら人を売ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。
ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。長いこと使われておるようだが、槍川家の旗がある。飲みの寝床ではないか。槍川の武士の兜。学ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。社に備えられていたものだ。槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。ここにも供物が。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい終わらせる。金剛の庭に心当たりは？白い花が
一面に咲くというところだとしか。海様、金剛の庭を探しておるのだが。この近くの金剛力士をお探しください。名のある物資が掘ったもので、庭を見守るように立っています。怨霊がかけていきました。姿を見たのか。行き先は金剛の庭の方です。不気味なほど蛍が集まっております。私一人じゃ生きてても仕方ないよ。マシだね。金剛力士の像、ここに違いない。社だ。だが怨霊は俺に当ててある。槍川の怨霊に取り殺されろ。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が安らぎを与えるのだ。その動き見切った。お前も槍川で死ね。その動き見切った。お前も槍川で死ね。
いない。それでも武士か。その動き見切った。お前も槍顔で死ね。何をしている。見極めておる。これで終わりだ。違う、死ぬのはお前だ。お前は腕が立つが、怒りのあまり真の敵を見誤ったな。フンヌの舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。様の鎧を見たけど、あれじゃ猛虎に勝てそうもない。なら何を拾って言うんだ。岩法師が聞かせてくれた鎧の話知ってるよな。あの百姓の話か。そう、それそれ。知ってるけど言い伝えだろう。子供を寝かしつけるおとぎ話だ。あなた様がいらっしゃってよかった。行善様のお話聞いたことあるか。